ちょっとじゃあ、クルちゃんの様子を聞いてきますね、まず。急に、昨日の夜は元気だった。はい。目もいつもと違う。吐いてた。こうやってやってました。ちょっとだけ、はい。で、出てました、実際に。ちょっとだけ出てました。え、それは粒？ドロッとした液体？中間ぐらいで。中間ぐらい。で、そのカゴに寝るときは、うん、あのタオルかぶせて寝るんですけど、うんうん、そのタオルに、うん、あのついてました。あの、オートのやつ。だから夜中に入ってたのかなっていう感じで、で気づかなくて、普通に朝起きたら体調悪かった。ってことね。いつも食べてるのはペレットと皮付き混合。ボレーコはあげてます？あげてないです。皮付き混合の中にボレーコ混じってないですか？ボレーコって何ですか？ボレーコちょっと持ってきていいですか？あのカルシウム分になるあの貝殻を潰したような感じあるかも、うん、多分カー混合だと入ってると思うんだけど、はい、一回確認はしてください、はい、入ってなかったらやらなきゃダメだからね、はい、で普段いるのはお家の中、はい、そんなのね、ボレーコはあーこのちょっとしか入ってないけど分かんない一回確認はしてくださいね、はいはい、ですでに包丁修理、はい24時間のうちあで寝るときだけじゃあ何時間カゴに入ってるわけで何時間包丁されてるの大体ありですよだから 8時間10時間ぐらい寝るときはカゴで残りの14時間は包丁話が出てカゴの扉開けっぱなんであ自分で行ったり来たりしてそうです、ね、食事はじゃあカゴの中に置いてあるわけですね外にも置いてあるあ外にも置いてあるじゃあそこら辺でうんちしちゃうんじゃないのあの、砂が引いてある砂が引いてあるもう一度も買ってるわけですね、はい、買い始めたのはあ1ヶ月ちょっと違うけども今年なんですね、はい、で、5月20日生まれの同じところで同じ誕生日の子買ってモゾで買ったんだ、はいはい、で日光浴することありますか週1か週2これガラス越しそれともガラスガラス越しですガラス越しは日光浴ならないね、週1かにガラス越しだとやらん方がいいぐらい、ガラス、ま、網戸越しならいいけどガラスでね UVB が入ってこないんですよそしてかえってさそんな天気が日が当たるとこに置いておくとさ温度差がついちゃうから余計体調崩しと思います、はい、だから時間短くていいから今寒いでしょだから部屋あったかくしといて、まあ、1分から30分ぐらい鳥の様子見てて膨らむんだったらもう閉めちゃうとでも絶対日光浴はした方がいい冬場でもベランダベランダなくてまあベランダ出してもいいけど家の中で戸を開けて戸を開けて、うん、戸を開けてちょっと部屋暖房しながら日光浴であと寒いじゃないですか今曇りでもやっていいですね昼間だったらそうやった方がいいとはいじゃあちょっとその子見ますねはいじゃあこれはちょっと持ってってくださいまあ29ってやつ30度ぐらいまでこんなに上がりますよね。今29度ぐらいになった。私は？あ、ここにいてください。はい、ごめんね。プルちゃんね。はい、じゃあちょっと身体検査してきます。まあとりあえずあの嚢炎とか胃炎になってる可能性が高いですね。吐くという子はね。胃炎。そう。胃袋が3つあるんですよこの子たち。知ってます？知らないです。知らないですか？じゃあ後でお話しますね。はい、じゃあプルちゃん、ごめんよ。鳥は体温が高いから足がすごい暖かいのが正常なんですけど、ごめんねプルちゃん。ちょっと足が暖かくないね。38g です。あ、9ごめんなさい。9g です。よいしょ、ここに置いてはい、顔を見せてプルちゃんの顔で、ここに1番目の胃袋がありますここ、はいはいはい、顎の下にね、はいはい、で、ここに餌が溜まってるのが正常で今この子は餌溜まってなくてガスが溜まってる、はいうん、よくないだからここの炎症、その炎があると思いますそこから先はちょっと触れないんですけど、はい、で、ここに骨がありますよねで、両横に胸に行く胸筋があるんですけど、触ってみてください。ちょっと胸筋が少ない骨があって両横に筋肉が。だからここもここをねちょっと上に触ってもらうと何も餌が入ってない。あ、そうなんだ。危ないです。
危ないです、こういうのは。オッケー。ちょっと光線照射持ってきて、60の1分で。60。ちょっとね、血流を高めるための治療をして、またちょっと温かい部屋に入れますからね。はい。はい、3分で。1分で。はい、ちょっと点眼、目を保護するための目薬をして、はいよ、外してこれ、はい、すいません、はい、ごめんね、その鬼ちょっと当てて、これは赤い光を当てることによって血流が良くなる、で炎症を鎮めると、そういうものなんですけど、そんな長い時間はやりませんから。この子手乗りなんですよね。うん。手乗りじゃないです。手乗りじゃないの？はい。逃げてくんで。手乗りじゃないと大変じゃない？買うの。ね。そうでもないですか。じゃあ、自由にさとしてるっておっしゃってたけど、はい、じゃあハウスって言ってハウスするわけじゃないですよね。あ、でも。待てば待てば待てば、もう一番の子もで、二人はいつも一緒にいるんで、一人が入れば一人入るんで、常に一緒にいる。それね、人間がコントロールした方がいいからさ。え、はい、ごめんなさい、お願いします。止めてね。はい、じゃあごめんね。足もね、こうやってちょっと指出してみてください。弱い、弱いし、もっとあったかくなきゃダメ。そうだよね、鳥ってあったかいじゃないですか、はい、じゃあもう一回インキュベーターの中入れますね。積極的に温めないといけないんですよ。その縁があって、その鬼は餌がないと。餌がないだけじゃなくてガスが溜まってると。それから体温が低い、低体温性ショック、緊急応急、緊急応急。中田さん、外産所作っといて。それで、後で外産所説明してもらいますから、はい、入院治療した方がいいと思います。で、その説明受けていただいて、はい、OK だったら入院の手続きをしてください。で、その前に少し何点かお話ししたいことがありまして、はい、鳥のプリントもらいました、受付で、はい、ちょっと持ってもらっていいですか、はい。